今回は35坪平屋住友林業間取り解説。人から始める家づくりを。どうもマカロニオです。今回は35坪平屋住友林業間取り解説ということで、実際に住友林業がお客さんに提案した間取りをベースに間取りを解説していこうと思います。ルームツアー系の動画って内装の色味の参考にはなると思うんですが、やっぱり図面で見た方が分かりやすい気がするんですよね。さらに日頃から間取りに見慣れておくことで、実際に自分たちが間取りを提案された時にイメージができないということを防げるわけです。なので少しでも皆さんのお役に立つべく、今回は私の視聴者さんが実際に住友林業から提案された間取り、これをベースに間取り解説をしていきます。これから注文住宅購入に向けて動き始める方も、現在打ち合わせ中の方も、ぜひとも最後までご視聴ください。そもそも住友林業ってどんな企業なのと思われている方は、こちらの動画で世界一わかりやすく住友林業という企業を解説しています。合わせてご覧ください。このチャンネルは元ハウスメーカー勤務でかつ銀行で不動産の融資担当をしていた私が、いい家を世の中に残すべくマイホーム購入の攻略方法をお伝えしているチャンネルです。今現在ありとあらゆる人脈を使って優秀な住宅営業マンとお客さんをつなぐ活動を行っています。注文住宅は誰が担当になるのかで家の出来や金額が大きく左右される商材だからです。さらに住宅業界の悪習である担当ガチャ制を変えるべく、お客さん自らが優秀な担当者のみを選べる営業担当者検索サイトめぐりえも作りました。一生に一度の買い物を後悔で終わらせたくないという方は公式 LINE からご連絡をいただければと思います。それではやっていきましょう。早速実際の間取りについていろいろ解説をしたいんですが、その前に少し大枠をお話しさせてください。というのも、しっかり知識がある状態で間取りを見るのと、知識がない状態で間取りを見るのとでは間取りの見え方って全然違ってくるんですよね。例えばモナリザって有名な絵画があると思うんですけれど、あれって何がすごいかって皆さんはご存知ですか？実はモナリザってダヴィンチがスフマートという技法を使って作った作品なんです。スフマートとはイタリア語でぼかした、煙がかったなどという意味のある言葉で、輪郭をぼかして物体の色の境界がわからないように柔らかく描く技術です。ダヴィンチはこのスフマート技術に非常に長けていて、筆をどう動かしたのか、跡すら残らないような緻密な塗り重ねによってモナリザの顔に神秘的な表情を与えたんですよね。まあ他にもモナリザの魅力ってたくさんあるんですが、それを話しているとどんどん話が脱線するので置いといて、要は何が言いたいのかというと、こういう知識を知ってモナリザを見るのと知らないでモナリザを見るのとでは全然見え方が違ってきますよね、ということです。間取りもこれと同じなんですよ。知識があって間取りを見るのとそうでないのとでは見え方が全然違ってきます。なので今回の間取りを見る上で重要な基礎知識2つを簡単に説明して、そこから少し深掘りをしてこの間取りの全体像を解説していきます。間取りを読み解く上で重要な知識になりますので、気合を入れて聞いていただければと思います。ではいきます。まず1つ目の基礎知識なんですが、それは設計とは開口部を通じて外部をどれだけ取り入れることができるのかだということです。これが基礎知識の1つ目で、まず知っておかなければならないことになります。前回の積水ハウスの間取り解説動画でもお話ししたんですが、開口部からは多くのものが入ってきます。具体的に言えば光、風、熱、音、香り、人、もしくはコミュニケーションとかですね。それら外部からやってくるものに対して何を取り入れて何を取り入れないのか、間取りを見るときはこれを考えチェックする必要があるんです。そうしないとただ開口部をつけただけであまり意味をなしていなかったり、あとは見た目的にもコスト的にも無駄になってしまう可能性もあるわけです。具体例については後ほど説明するんですが、家は一生に一度の買い物です。できれば失敗したくないですよね。だから今の段階ではとりあえず設計とは開口部を通じて外部をどれだけ取り入れることができるのかということを覚えておいてください。これが一つ目の基礎知識です。そして2つ目の基礎知識なんですが、外と内の間の空間に居心地のいい場所が作れるということです。例えばなんですが、沖縄の家には雨はじというものが存在します。この雨はじというのはいわゆる軒下空間のことで、軒を大きく出すことで雨が室内に入るのを防ぐ、夏の強烈な日差しを防いでくれるといったメリットがあるんです。特に沖縄って台風がよく来ますし、夏もかなり暑いじゃないですか。だから雨はじという軒下空間は雨や日射を防いでくれるため、機能的でかつ外と内を曖昧につないでくれる居心地のいい居場所でもあるんです。
なので先ほど設計とは開口部を通じてどれだけ外部を取り入れることができるのかという話をしたんですが、開口部についてしっかりと考えることで同時に居心地のいい場所も作れるということなんですよね。これが基礎知識の2つ目になります。では今説明した基礎知識、設計とは開口部を通じて外部をどれだけ取り入れることができるのかだということ、外と内の間の空間に居心地のいい場所が作れるということ、これらを念頭に置いた上で今回の提案を見ていきましょう。まず間取りというのは必ず駐車場、庭、建物、この順番で設計をしていきます。なぜならスペースを取るものから配置していかないと後々整合性が合わなくなるからですね。例えばなんですが、建物先行で作ってしまったせいで車が2台あるにもかかわらず1台しか駐車できなかったら嫌じゃないですか。嫌というかそもそもアウトですよね。そういったことを防ぐ目的があるので、駐車場、庭、建物、この順番で配置を決めて設計をしていくんです。なので間取りをチェックするときも同じく駐車場、庭、建物、この順番でチェックをしていきます。ではまずは駐車場を見ていきましょう。これに関しては玄関から近い配置になっていますよね。なので例えば買い物で買ったものの持ち運びなんかも比較的楽にできることが想像できますし、雨が降っても最短で車に乗り降りができるわけです。非常に便利そうですよね。ここは何も問題なさそうです。続いて庭を見ていくんですが、ここから先ほど説明した基礎知識をフル活用してチェックしていく形になります。まず設計の真髄である開口部から何を室内に取り入れて何を取り入れないのかということなんですが、今回の場合は南側に大きな開口を取っています。つまり南側から来る明るい光を効率よく取得しつつ、大きな開口を設けることで庭の景色を室内に取り入れようとしているわけなんですよね。誰でもそうだと思うんですけれども、家の中が丸見えでもいいっていう人はいませんよね。そのため外光で目隠しを作ってあげる必要が出てきます。具体的には植栽で目隠しをするか、もしくは 2.2 メーターくらいの大きな壁を作って目隠しをするとかですね。これらの対策は必須になります。続いて外と内の間の空間に居心地のいい場所が作れるということについてなんですが、これに関しては袖壁が立っているこの部分になります。ここがこの間取りでいう外と内の間の空間ということになるわけなんですよね。ではこの場所をどうやって居心地よくするのかというのがポイントになってくるわけです。ではそのための具体例をお話しすると、例えばウッドデッキを設けてあげる、さらにはウッドデッキとフローリング、あるいは天井と軒天材の質感を統一して外と内の空間をつないであげるということをしてあげます。こういった手法を活用することで外と内の間の空間に居心地のいい場所が作れるようになるんです。実際にこの間取りでも折り下げ天井にして軒と天井の素材を統一させるということを提案しています。この折り下げ天井を活用するあたりは住友林業らしいテイストですね。ということで設計とは開口部を通じて外部をどれだけ取り入れることができるのかということ、そして外と内の間の空間に居心地のいい場所が作れるということ、この2つを念頭に置いて図面を見ると平面図だけではわからない部分がいろいろと見えてきますよね。それと同時に開口部付近に重要な要素がたくさん詰まっているということもなんとなく分かっていただけたんじゃないでしょうか。これは少し余談にはなるんですが、実際に設計が上手い人ほど窓あるいは窓辺に対するこだわりや配慮がきちんとされています。なので昔の動画でもお伝えしているんですが、開口部を見ればその設計士のレベル感がなんとなく見えてきたりもするんですよね。開口部へのこだわりイコール設計士のレベルというのはぜひとも一つ覚えておいてください。まあそれで話を戻しまして、ただしここまでの説明を聞いていて皆さんも感じたかもしれませんが、今回の立地でこのような間取りを提案する場合は外交費用が結構かかります。言い換えれば間取り提案と外交提案同時進行しなければいけない提案だということです。そもそも住宅業界では契約した後に外交の打ち合わせをするという流れが一般的です。要は契約前に外交費用が明確でないことがほとんどだということなんですよね。もちろん東京都心部などの狭小地で家を建てる場合に関しては外交が後回しでも問題ないケースが多いです。これは外交にかけられるだけのそもそもの余裕が敷地にないからなんですよ。そのため概算であっても外交費用にかかる金額が大きく外れるということはあまりありません。だから契約した後に外交の打ち合わせをするという流れでも通用するわけなんですよ。ただし敷地が広い場合に関しては別です。敷地が広ければそれだけ自由度が高いわけですから、最初からどんなことをやってそれをやるためにはどのくらいの費用がかかるのかというのを把握しておかないといけません。じゃないとせっかく建物にお金をかけたのに日中ずっとカーテンを閉め切った状態で過ごす必要が出てくる。
外交を作るためのお金を捻出することができないとか、後々トラブルの発生や後悔する原因にもつながってくるわけです。営業マンによってこのあたりの進め方は全然違うので、もしこれから広い敷地で家を建てることを計画しているという方はご注意ください。少し長くなってしまったので一旦ここでまとめると、間取りを見る上での基礎知識として、設計とは開口部を通じて外部をどれだけ取り入れることができるのかということ、外と内の間の空間に居心地のいい場所が作れるということ、この2つがありますよというお話でした。そしてこれを念頭に置いて間取りをチェックすることで、外と室内のつながり、居心地の良さ、外交にかかる費用感、この3つが把握できるといったのがここまでのまとめになります。まだ家の外枠部分を話しただけなんですが、ここまででもそこそこのボリュームがあったんじゃないのかなと思います。ただここからようやく間取りの中身についてお話をしていくんですけれども、ここで私が伝えたいことは非常にシンプルです。それは間取り特有のデメリットをいかになくすことができるかどうかということなんですよね。というのも、そもそも注文住宅は家族それぞれに形があります。極端な例にはなってしまうんですが、例えば犬と一緒に過ごすことをテーマにして床を全面タイル張りにした家作りをされる方もいますし、家の中に滑り台や運転をつける方なんかも実際にいるんです。一見すると万人受けしなさそうなんですけれど、人それぞれの形があるからこそ注文住宅なわけじゃないですか。だから正解も不正解もないんですよ。なので間取りを見て勉強するときに大切なのは、建物の種別によるデメリットとその解決方法の把握、その間取りのグッドポイントの把握、この2つかなと私は思っておりますので、それに沿ってお話をしていきたいと思います。まずは建物の種別によるデメリットとその解決方法の把握ということについてなんですが、今回の建物は平屋になります。平屋の一般的なデメリットは主に2つあって、1つ目がプライバシーの確保がしにくい、2つ目が音対策が必須、この2つになりますので、それぞれ実例を交えながら説明をしていきます。まず1つ目のプライバシーの確保がしにくいという点についてなんですが、これについては建物の内側と外側両方になります。なので先に建物の内側に関してお伝えをすると、平屋って間取りによっては部屋同士が隣り合ってしまうんです。だから家族間でのプライバシーが確保しにくい場合があるんですよね。例えばこちらの間取りをご覧ください。この間取りは住友林業のものとは全然関係ないものになるんですが、同じ35坪の平屋の間取りです。見ていただければわかると思うんですが、子供部屋が LDK と隣り合っているのがわかりますよね。こうなってくると家族と常に一緒にいる感じがしてしまい、子供によってはそれがストレスに感じる場合も出てくるんですよね。皆さんも昔を思い出してみてください。子供の頃一人になりたいって時ありませんでしたか？私は割と一人でいるのが好きだったタイプだったので、この間取りは避けたいなと思ってしまいますね。また今回はたまたま LDK に子供部屋が隣接している間取りを例として出しましたが、親が使う主寝室も同様のことが言えます。LDK に主寝室が隣接していると、それもそれで落ち着かなさそうじゃないですか。こんな感じで平屋って間取りによっては LDK とその他の部屋同士が隣り合ってしまうので、家族間でのプライバシーが確保しにくく落ち着きのない空間になってしまう場合があるんですよ。また建物の外側のプライバシーに関しては、先ほどの基礎知識で説明した通りになります。立地によっては外光をしっかりと考えて作らないと、外からの視線が気になってずっとカーテンを閉め切る状態になってしまいます。そのため再三お伝えする形にはなってしまうんですが、平屋を建てる場合は外光とセットで考えて見積もりを出す必要があるんですよね。なので家の内側のプライバシーと家の外側のプライバシー、双方のプライバシーが確保しにくいというのが平屋のデメリットの1つ目になります。続いて2つ目の音対策が必須ということについてなんですが、これは今お話しした1つ目に付随してくる話になります。というのも、先ほどの間取りを見ていただくと分かるんですが、この部屋の配置だと LDK の物音が子供部屋に響くため、子供にとって部屋が居心地のいい空間でなくなってしまうというのがなんとなく想像つきますよね。だから子供からしたら、例えばなんですが、勉強に集中したいのにテレビの音や家族の話し声がリビングから聞こえてきて集中したくても集中できないなんてことになりかねないんです。場合によっては家族仲が悪くなってしまうなんていうことにもなりそうですよね。だから先ほどお話ししたプライバシーの確保もそうなんですが、音対策もしっかりしないと平屋でいい間取りって作れないんです。ということでまとめると、平屋の一般的なデメリット主に2つはプライバシーの確保がしにくい、音対策が必須、この2つになります。では平屋の一般的なデメリットを理解した上で、今度は住友林業が提案した間取りを見てみましょう。今回の平屋の間取りは左側に LDK や水回りがあって、右側に主寝室や子供部屋が固まっていますよね。
これであれば LDK で誰かが過ごしていても物音が自室に聞こえてくることはなく、さらにプライバシーも確保することができます。なので先ほどお話しした平屋の一般的なデメリットを解消することができているんですよ。これはとても住み心地が良さそうですよね。皆さんも平屋を検討されるときは LDK とプライベートな空間を分けるように設計するということを一つ覚えておいてください。続いてこの間取りのグッドポイントについてお話をしていきます。ここからは総論というよりは格論になります。人によっては真似できる部分もあるかとは思いますが、真似できない場合も十分にありえます。なのであくまで手段の参考として捉えてもらえればと思います。では説明していくんですが、この間取りのグッドポイントは家事動線が短い、ファミリークローゼットが多機能、ホビールームが多機能、以上の3点となりますので、こちらもそれぞれ説明をしていきます。まずは家事動線が短いということについてです。家事動線は基本的に洗う、干す、畳む、しまう、この順番で動線が完結するのがいいとされています。これを念頭に置いて実際の間取りを見ていくと、脱衣所部分で洗濯物を洗いつつそこで干すことができます。また十分な広さがあるので脱衣所に机を設置すれば洗濯物を畳むこともできます。そこから洗面所を通ってファミリークローゼットに家族の服をしまうことができますよね。逆にお風呂に行くときはファミリークローゼットの中を通って下着やタオルを取り、その状態で脱衣所に向かってお風呂に入る形になります。なのでお風呂場、脱衣室、洗面室、ファミリークローゼット、もしくはその逆の順序だけで動線が完結するんですよ。めちゃくちゃ便利そうじゃないですか。家事動線って洗う、干す、畳むまでは動線が揃っていることが多いんですが、しまうに関しては別であることが多いんですよね。例えばこちらの間取りをご覧ください。こちらの間取りも住友林業とは全く関係のない間取りになるんですが、洗う、干す、畳むまでは良さそうですよね。でもしまうに関しては各部屋に洗濯物を持っていかなければならないわけです。そうなると家族の誰かが各部屋に洗って畳んだ洗濯物を運ぶか、もしくは畳んだ洗濯物を一箇所に置いておいて各々が各部屋に洗濯物を持っていくという形を取るしかなくなるんですよね。もちろん家族それぞれで正解があるので、何が合っていて何が間違っているということはないんですが、今の話を聞いて洗う、干す、畳む、しまう、この動線を作りたいと思った方は担当の営業マン、もしくは担当の設計士に相談してみるといいと思います。続いてファミリークローゼットが多機能ということについてです。個人的にはこのファミリークローゼットがこの間取りの肝になっていると思っています。というのもこのファミリークローゼットは動線と収納が兼ねられているので無駄がない、収納が一箇所に集約されているのでその分部屋が広くなる、収納を挟むことで寝室に音が伝わりにくくなっているという3つのメリットがあるんです。ただ今の説明を聞いてそれってどういうことって思われた方もいるかと思いますので、こちらに関してもそれぞれ簡単に説明をしていきます。まずは動線と収納が兼ねられているので無駄がないということについてなんですが、実はファミリークローゼットには今回のような形のウォークスルー型のウォークインクローゼットと行き止まり型のウォークインクローゼット、この2種類があるんです。ウォークスルー型のウォークインクローゼットというのは今回の間取りのように動線と収納空間が合わさったもののことを言います。そしてこれがあることで動線と収納を無駄なく確保することができるんですよ。実際に今回の住友林業が提案した間取りを見てください。ウォークスルー型のウォークインクローゼットは動線であると同時に収納でもありますよね。だから無駄がないんですよ。ただ一方で行き止まり型のウォークインクローゼット、こちらはよくあるウォークインクローゼットではあるんですが、中に入る部分が完全にデッドスペースになってしまいます。なのでウォークスルー型のウォークインクローゼットと比べると行き止まり型のウォークインクローゼットは無駄が多い場合もあるんです。まあそもそもの話にはなるんですが、ウォークインクローゼットというものは海外から来たもので、クローゼットの中に入ってそこで着替えるということが目的で作られたものなんです。確かにクローゼット自体がでかければウォークスルー型のウォークインクローゼットであろうと行き止まり型のウォークインクローゼットであろうとどちらでもいいんです。でも限られたスペースでウォークインクローゼットを作る場合、今回のように動線と兼ねたウォークスルークローゼットのウォークインクローゼットにした方が無駄がないケースが多いんです。特に平屋はその傾向が強いんです。下手な行き止まり型のウォークインクローゼットを作るくらいなら普通に壁面収納を作った方が収納量が多い場合も普通にありますからね。こういった理由から今回住友林業が提案したウォークスルー型のウォークインクローゼットは無駄がなく非常に理にかなったものになっているわけです。これが一つ目になります。続いて2つ目の収納が1箇所に集約されているのでその分部屋が広く使えるということについてなんですが、まあ、これはそのままの意味ですね。
間取りの中央にあるファミリークローゼットがあることによって各部屋の収納が最低限で良くなっているんです。なので例えばなんですが、自室では服以外の本や小物なんかを置いておくスペースとして収納を使うことができますよね。こんな感じで一箇所に収納を集中させることを集中収納、必要な場所に必要な分だけ収納を設けることを分散収納とか言ったりもします。今回の間取りではその集中収納と分散収納のバランスが非常によく取れた間取りになっているというわけなんですよね。これが2つ目です。そして3つ目、収納を挟むことで寝室に音が伝わりにくくなっているということについてです。これもまたそのまんまの意味にはなってくるんですが、先ほどもお伝えした通りで平屋を作る場合は音に対する配慮があった方がいいんです。そうしないと例えばなんですが、家族の誰かが LDK や水回りでゴソゴソやっている音が寝室に筒抜けになってしまい思うように眠れないとかなってくるわけです。気持ちよく寝ている時に騒音で起こされるのは誰だって嫌ですよね。ただしこういった収納空間が間にあることによってそういった騒音をかき消してくれるわけです。もちろんこういった収納空間がなくても間仕切り壁に断熱材を入れて吸音させるという方法もハウスメーカーによってはあります。なので収納空間は音を伝わりにくくする手段の一つでしかないんですが、遮音の一つの手法としてぜひとも覚えておいてもらえればと思います。ということでこの間取りにあるファミリークローゼットのメリットとして、動線と収納が兼ねられているので無駄がない、収納が一箇所に集約されているのでその分部屋が広くなる、収納を挟むことで寝室に音が伝わりにくくなっているという3つのメリットをご紹介しました。この収納空間だけでいろんな機能がありますよね。だから個人的にこのファミリークローゼットが今回の間取りの肝になっていると思っているわけです。皆さんも平屋を建てる際に参考にしてみてください。そして今回の間取りのグッドポイントの最後であるホビールームが多機能ということについてです。ホビールームとは簡単に言うとゲームをやる部屋です。というのも今回の建築主の方が夫婦揃ってゲームをするのが趣味だそうなんです。なのでその趣味のゲームをするための部屋としてキッチンの隣に一坪ほどの部屋を設けているわけなんですよね。ただこれだけ聞くとなんだそれだけって思うかもしれないんですが、実はこのホビールーム、子どもの様子を見ながら料理をすることができるスペースでもあるんです。これがどういうことなのかというと、子育て中の方はなんとなくイメージがつくと思うんですが、子どもから目を離して料理に打ち込むってなかなかできないですよね。子どもの年齢にもよりますが、何をしでかすかわからないし、できることなら目を離したくないはずです。ただしキッチンの隣にこういった部屋があればそこに子供を置いておくことができるので、常に子供を視界に入れながら料理を作ることができるわけです。これは結構便利だと思いませんか？なのでホビールームは趣味の部屋でありつつ、それと同時に料理中子供を遊ばせておくための場所にも使えるということ、つまりはホビールームが多機能であるというのがこの間取りのグッドポイントの3つ目になります。ここまでかなり長くなってしまったんですが、まとめるとこの間取りのグッドポイントは、家事動線が短い、ファミリークローゼットが多機能、ホビールームが多機能、以上の3つとなります。はい、ということで今回の住友林業の間取り解説についてはこれで以上となります。これから平屋を建てるという方はぜひとも参考にしてみてください。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。